ザンデという男、随分しつこいようじゃな。殿下のもとへ奴を連れて行くわけにはいかん。この辺りで叩いておいた方がいいだろう。それも元々貴様の父がルシタニア人どもの手先になり国を売ったがゆえのことである。俺の父がルシタニアの手先になったか。ふざけるな。兄を殺し王位を奪ったアンドラゴラス、アルスラン、そのようなもの使えるに与えてるのも我らより王たるに頼む。正統の王に仕えているのだ。正統の王者と。お前の部屋並大抵ではないな。いずれ大陸に有名を馳せることとなろう。くそ、お前ら奴らを足止めしろ。絶対に逃すな。至る所に敵兵がいるな。私たちがペシャワールへ向かうのがよほど気に食わぬ王女。殿下は心配だ。早く合流しなければ。北東の道は厳重な警備が敷かれております。しかし南東はまだ手薄、突破できるかもしれません。分かった。ならば兵を集め敵の包囲を打ち破るぞ。どうする。見過ごすことはできる。救援に向かおう。異教徒が暴れているようだな。行くぞ。ヤグラの兵士を撃たねば敵の攻撃は止められぬな。優先して奴らを狙うとしよう。お前などに負けはせぬぞ。これで南東の封鎖を突破できそうだ。俺に続け。おお、逃げろ。異教徒だ。おえ異教徒め、銭に乗りよって。真偽を貫くのじゃ。よし、あとは街道を抜けるだけだ。ダリュー、今度こそ貴様の首を取り父の無念を晴らす。リアルダボート神の名のもとに進め。仕留められなかったか。惜しい惜しい。思考術か。厄介じゃない。なんだこれ。魔導の術じゃ。あのような魔法を飼っておくことはよ。あらばじゃ。あなたと主を同じくする者。神に祈るがよい。残念。あらばじゃ。勝手にしろ。京都が暴れているようだな。行くぞ。あのザンデなる男の力は凄まじい。強さだけであればカーランより上かもしれない。銀仮面のザンデといい、一筋縄ではいかぬ敵ばかりだ。この命に代えても殿下を守って差し上げねば。ダリューン卿。
思ったよりやりおる。殿下、申し訳ございません。殿下を危険にさらしてしまうとは。大丈夫だ、怪我はない。エラムのおかげだ、ありがとう。いえ、それよりも殿下は軽はずみな行動を。まあとにかくいつもダリューンに助けられているのだ。たまには私がダリューンを助けてもいいではないか。ところでギーブは。ああ、ファランギース殿、さぞやこのギーブのことが心配で眠れぬ日々を過ごしていたことでしょう。心配など全くしておらぬ。天上の神々を騙してでも生き残りそうな男じゃからな。ギーブ様、合流できてよかった。やはり私のそばにはお主がいなくては。ありがたいお言葉です、殿下。うむ、王位と関係ない。俺はこの方自身のために剣を振るい続けるのだ。ペシャワル城塞まであと少しだというのに。目的地が分かっているからこそ待ち伏せする方はたやすいのでしょうね。いくら包囲網が的確であろうと。殿下は私がお守りします。前も後ろ